どうも、吉川修司です。今日ですね、軽丸池袋さんを利用した感想についてシェアしていきたいかなと思います。先日ですね、岐阜の旅の後、さすがにそのまま家に帰るのはきついということで、池袋に一泊しようと思いました。で、まあ、どこに一泊しようかなと思ったんですけども、これを、まあ、いい機会と捉えて、まあ、軽丸池袋さんに、まあ、宿泊させていただきました。まあ、ちょっと朝食付きも合わせてですね。で、軽丸池袋さんは、まあ、サウナ好きにとっては超有名な施設でして、まあ、サウナ界の某、千葉県にあります、まあ、夢の国というふうに称されるところになってます。まあ、確かに、私、まあ、利用させていただきましたけども、もうサウナに関しては、まあ、岩サウナが本当に感動できるほどの広さで、結構段数もあって、収容人数も多いんですけども、下段と上段でもそんなに温度差はなく、下段にいてもすごい満足ができるサウナでした。そして、まあ水風呂、まあ噂に聞いてた水風呂も一桁台、いわゆるグルシンと言われる、あれ7度ぐらいでしたかね。と、14度から6度の水風呂2つがありまして、両方ともバイブラ、つまり下から泡が出てるんですね。どうも泡を出すっていうのが本当に水風呂の質を高めると言いましょうか。人が入るとどうしても水風呂は高い温度によって水の温度はちょっと上がってしまうと思いますし、時間が経つとやっぱり上下の温度差っていうのは出てくると思うんですね。ところが泡のおかげで水の温度はほぼ表示温度で、かつ体感的には表示温度よりもかなり低めに感じました。なので、7度、14度でもかなり入っているのが大変だなという印象がありました。他にもお風呂があり、かつ、まあ、都心では珍しく外気浴ができるところでしたので、非常に整うという意味では非常にいいところでした。まあ、もう施設も綺麗ですしね、本当に利用しやすいかな。で、まあ、マナーもしっかりしてるかな、静かですし。で、漫画もかなり揃ってますし、まあカプセルに泊まらなくても、なんかこう、寝るところですかね。まあリクライニングチェアじゃなくても、ちょっとした小部屋みたいなところ、テレビ付きの小部屋みたいなところがあって、まあ、あそこに、まあ普通に深夜料金払って寝て、次の日出ていくってこともできるのかなと思いました。で、カプセルもかなり新しく、まあ、二重の防音のカーテンがあるというちょっと珍しい構造でしたね。で、入り口、カプセルの入り口ですね。入り口には水が置いてあって、その水をまあ、つどつど飲ませていただいて。で、一つ感動したのが、アメニティの一つで、フロストピックですね。いわゆる歯間ブラシの糸の歯間ブラシでプラスチックで糸が貼ってある、フロストピックがアメニティとして置いてあったというのが非常に私としては感動的でした。そして朝食は、定食を4種類の中から1つ選ぶという形で、私は豚汁定食を選ばせてもらったんですけども、まあ、味は大変美味しかったので、まあ、おそらくサ飯としてのディナーとかも期待できるんじゃないか。今回ちょっとディナー食べる時間なかったので、食べなかったんですけども、非常に期待できるんではないかなと。次回行った時にはディナーも含めて、まあ、施設内で朝晩と過ごしていきたいかなと思います。で、やっぱり有名施設、北欧さんでもそうだったんですけども、宿泊して朝に入るっていうのが一番いいのかなと。どうしても夜の時間帯は、普通の一般客の方の利用が多く、まあ、サウナ入れたんですけども、本当下段の1個しか空いてないようなところで、たまたま入れたようなものですよね。で、朝になると薪サウナがちょっと使えないので、まあ、そこはちょっと残念かなとは思うんですけども、岩サウナで満足できる方であれば、まあ、宿泊してやっぱり朝入るっていうのがいいのかなと思います。朝確か2時から4時が、上が使えないだけで、下は確かサウナ入れるはずなので、非常にいい施設かな。場所も池袋駅からすぐ近くですし、近くに当然食べ物屋もあるので、そういうところには全く困らない。で、施設も本当に新しくて、まあいい施設でしたね。まあ、あの値段で、あのクオリティで朝食付きですと非常にいいんではないかと。
本当にサウナ好きな人にとってはおすすめですね。特に、私なんかだと宿泊して、朝のサウナに、全てをかけるじゃないですけども、朝サウナとして利用するっていうのは私はおすすめかなと思います。そんな軽丸池袋の感想でした。ぜひ利用してみてください。以上です。